い、第1問目。668年、知多半島最古と言われる古刹。うん、古刹っていうのは？古刹っていうのは伝統のあるお寺のことです。あ、古い伝統のある、はい、歴史のあるお寺さんのことでなんですって、はい、どんな問題が出るんでしょうか。それでは問題を見てみましょう。パック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 チーン、こんな問題。知多市の八幡にある法海寺は1300年以上の歴史を持つ古いお寺じゃ。境内の中には大乗院や吉乗院といったいろんなお寺が集まっておる。昔はこの敷地の中に三重の塔があったと言われておるぞ。参道の入り口にある仁王門の中にはぎょろりとした目で仁王像が控えておるぞ。この、法海寺というお寺っていうのはまたちょっと特殊なお寺でして、まあ、一般的には、まあ、お檀家さん、それからですね、そういう信徒さんがお寺をお守りするっていうのが一般的なんですけど、ことこの法海寺に関しては全、八幡の、住民の方々が、お薬師様に仕えてご奉仕して、お守りしている、特別なお寺で、お薬師様は、全住民の方々をお守りして、お寺をお守りして、いただいている、法海寺でございます。ここで問題。法海寺がここ八幡にできて今年で1351年目である。丸か×か。あのスケールがでかすぎて何が何だか分かんないでしょ。それでは分かれてください。お、迷ってるぞ。でも自信あって心に決めたっていう子が動いて、さあ、来たからよ。はい、上げてください。お、見事に分かれましたね。分かれましたね。分かれましたね。それではポック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 、正解はこちらです。チーン。正解は丸。今年で1351年目を迎え、去年の11月1350年記念祭を行いました。正解は丸が正解。